바깥으로 몬다. はい、ではボタンチェックも終わりまして、いよいよ決勝戦となりました。さあ、よく見る組み合わせ。しかし、俺は個人的にエスタを倒すんだったらアンジーかジャムだなと思っていたので、アンジーのね、あのハイジャンプがね、あのテスタのこう罠を避けながらこう殴っていくのに適しているんですね。まあそんなこんなを言いながらマスターオブパペットに引っかかって投げは相殺している。さあ裏、ああいうことができたテスタは。さあガーキャンを透かして投げようと思ったが、そんなところに強化味あった。さあ根性落ちなんか毒では関係ないですわと。バイバーン。3番風神で後ろ行くぜを透かしながら風神で殴れる。ジャンジーカウンター、しかし受けが高くないので攻撃はできない。バーストを FBD で美味しくいただいて立ち合いが届かない。立ち合いが当たって、しかしダウン追い打ちになってしまう。風神で切り返して投げてゲージがあるってことはつまりそういうことなんです。はいはいはい。テスタはね、あの FB 室のガーフ攻めがねやりやすい方ですね。うわー、なんか変な引っかかり方したが、引っかけて風神ループかな。はい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 、と減った。しかしね、風銀ループはね、相手にゲージを献上するのであんまりやりたくないとアンジスカイが言ってました。しかし通ったのでバーストを読んで、まあ読んだというかちゃんと青を捨てて偉いっていう話ですね。さあ1本取るはアグフアンジ。おいしい、投げてインハイをしゃがみで下げていく。カウンター、タッチパンで暴れてダーストはガード、前パンはガードできております。バーストで投げてリングを普通に当たっていく。投げられて、今のは多分ナイトメアかなんかを読んだんですかね。マイパンウォーデント、ガーキャン、おお、ガーキャンが当たるの初めて見た気がする。裏だった。3番はガードしている。さあランズぶっ飛んできてバーストを打たせた。まあバーストを打たせたこと自体がね大きいですね、この試合は。エンゲスが遠すぎて巻いてが繋がらない。投げてランズ、ニーハイ、アミー、ジャンハイ、ジャンディ、アミー、テクランズ、はい、マースアブファベット、よく見るコンボです。後ろで当たらなかったので、そうですね、これでハイジャンプでアミをとりあえず境界止めを消して、ジャンディ引っかかって境界止めで、もう一回強化網がそこにある。ちょっと受けが高かったので繋がることはないですが、強化網が当たってしまった。ハイジャンプで避けようとしたがさすがに近すぎたか。足払い、あのアンジュの立ち合いでバイクで当たらないんだ。へえ、いいな。バソ、足払い、えらい。裏、マイパンは見えない。バースは読まれているが、走ってくるのを読んでタッチパンを置きました。
テークからこれはどうだ、殺すのは無理かな。グレームディガーが変な測り方してガキャン、ガキャン、ジャンディ引っかかって、あー 2K が見えてた、見えていたが、これでアグスさんが勝ったら1回リセットということですね。円月、アンハイ、ランズ、もう1回ランズ、風神に円月が引っかかって、あ、瞳も合わせてダメージアップ、ゲージもいっぱい、マスターブパペットマイパンガードしている、後ろエグザが引っかかったが、まあ許された、危ない、なんだなんだ、ジャンディカウンター、さあ今度は拾えた、で境界トミカーチャイでダウンまで、ウォーデントは暴発させて2ハイカウンター、ゲーダン、いやコンボが長い、高いがとりあえず2段も当たった、引っかかってきたんで、マイパータイクだった、バーストしてたまらず、どうする、あーそんなとこに強化瞳が、そしてそこに強化瞳がある、でマーサーブパペット強化に当たって、もう一回スベルトン、はい強化に当たって、ドークだからベベベベベ、はい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 、とね、もう僕らみんないっぱいテイサーと対戦してるから、これで、あ、死ぬなっていうのが分かってしまうんですね、さすがだよな俺たちさあウォーレントで隙を見せてる間に、さあまたウォーレント、ウォーレントはね発生に触れなんで、もうこすり得ですわ、こすり得ではないですけど、ジャニーでダウン、すかして投げようとしてるのも、それもよく見てるのでテスター側も知ってるんですね、バイパーン、これは死んじゃいますね、さすがディガーからの、こっから網当ててベン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 とできます、風神引っかかった後にもう一回風神、さあ画面端で、あー足払い、テクタッシュパン立ち合いだと思いました、投げて何か漏れたか、ウォーデンとどうする、カウンター1回手打が出ない、こっちもハイジャンプが出ないか、ハイジャンプが出ないか、網が恐れたか、これは死んでしまいますね、そもそも、ジャンディゲラン、ワンモアセーブ、ワンモアセーブ、ワンモアセーブ、ついに崩れた、さあ終わらない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 、崩してる間にゲージが溜まるんでも終わるわけないよなっつって、ウォーデント、タッチ系は間に合う、テクイマイパン、どうなる、下段バースト使う、タッチパンが当たるから空投げができない、さあ美味しいぞ、あーだってこった、これは辛いぞ、ただまだなんか何かがあってほしかった、さあ 2-2 になりました、アグスさんが勝てばリセット、ケイスケさんが勝ったら優勝と、バーチハイを演出でガーポ取りながら画面端までご招待から、
どうもキャンして届く、ペーダが出ない、バース読み、友人に当たってタッチパンジャーで助け、なるほど、テクイゲージが足りるか、足りますね、大丈夫ですね、相手のガーキャンも足りませんからね。しかし、どうだ、届くか、届かないガーキャン、まあそうですね、読みますね。風神が引っかかって、そっから風神ループしたかったがキャンセルキーしか出ない。警戒からポンポンと、はい、投げてゲージがある。おお頑張った。ここはアンジ側としてはバーストを吐かしたいがためにあの25を払ったんですが、開花としてはいやー痛い痛い、いろいろ引っかかって仕込みが当たった、まあ、ゲージが足りた、すーげーいっぱい溜まってるんだ、どうなってるんだろう。ガーキャン、いやーなんだって、テクイナスかっこいいぞ。さあ見せていく、さあこれが優勝するやつの姿だと言わんばかりの、あー足技引っ掛けて風神、風神おんと、さあワンモアセ、さっき見たバースト、そうやって避けるのか、なるほど、これはさすがに危なかったが、これでなんとかリセットとなりました。いやー最後の最後まで面白いね、激アツ。さあついに泣いても笑っても最後の最後になりました。前ハイカウンターしたがランズが届かない、空対空ジャンケイから参加して、どうする、あっちゃいが待って、ガーキャンの無敵が終わった後にマイパンが当たった、マイパン見えてる、今度はちゃんとリンに対して 2K を差し込む、いや置いといた網が引っかかる、風神を読まれてランズが引っかかる、しかし追撃はできない、舞台くんなんとか FB マーキングは当たらないまま、網消して空対空のジャンパーに引っかかって、ゲージがないのでワースト、カッツ木でいる一斉奥義、まあ相手のバーストがね溜まってるのでね、でこっちのガードバランス、ガードバランスじゃない、テンションバランスも覚醒なら下がらないのでダメージを取っていく、あー引っかかったが、まだ大丈夫、風神を読まれてきっちりエンエスまで、まずは1本。イエス出すぞ、あー一番当たりたくない当たり方、さあ下段中段ちゃんとガードしている、はい、光らせて返しがうまい、これはガード間に合う、風神を当てたかったがダストがホームミスか、消したかったが消せない上にしかも相手に殴られて裏なんだっけ窒素式、助けが当たらない、ガキャン投げ総裁、これは当たる、もう風神への警戒が
やっぱりね。これはね、引っかかって、バソ。いい当たり方して、これも封じループかな。しかし当たらないが逆にダブルアップしたし、美味しい。しかしまたコンボミスる、しょうがない。足払いまだ届かない。突っ込んできて踏み入りから、これはゲージ50は足りないので読んで、あれね、多分 FB 質をやって相手にゲージが溜まって50溜まったら勝ちなんだからってことなのかな。降りながらのじゃんけんも、ね、ちょっと降りのずらしが強いんです。カラスがいいアクセントになって、マイハイ、もう一回マイハイを、しかしちょっとコンボミス、切り返されてバースト3パン、もう一回オーレント、通信。さあ、ゲージがある、相手にいない、つまりそういうことですね。もう一回。さあ、取り返す。どうしてもね。アンジはこういうセットプレーですから。マイパンがパーソー、相打ちだが状況的には、いやー届いた下段、しかしあーあーあああああ、まあ逆に美味しかったのか。リンが当たって表、ウォーレント、あーよく見るやつ、俺は勝手に KSK スペシャルと呼んでる。マイハイが当たって逆に美味しい。逆ってなんだ、団子打ちだが足場だけ届かない。そうまで当ててバーソー、前系前ハイの隙は封じんで割っていく。これはダウンまで、ガーキャンも慣れてゲージがない、どうしようもない。カラスを避けつつ、ハミを潰しつつ、エグゼ避けつつ、これ代表ジャンパー、しかしジャンケーまでが繋がらない。そんな見えるか。投げて投げて、どうする。ナイトメアサーキュラーはガードしていく、バランスもガードしていって画面端にご招待、下段をガードして行く、ディガーで突っ込んでって、ちょっと位置が低すぎた、相打ち、下段バーソー編み潰してボーレントバーソー呼んでドーンと。さあグフアンジが優勝へリーチをかけました。どうなる、マイハイ引っ掛けてダウン取る、投げ幅で出し切ってディガーがちょっと遠かったか、引っ掛けて、おおマジか、そんなつながるんですか。ハチハイの隙をジャンハイジャンジーで殴ってゲージが足りた、パスアブパペット
ストは直してサンハイスが、アンギ側としてはこうやって、あ、引っかかった、ギャー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 、殺しきりたかった、しかしいろいろ出ない、まだあった、ジャンハイデーダウンとって裏投げて、しかしダウンゴリ打ち引っかかってバーソー投げていく、足払い、ジャン入ってダウン、ジャン、うわー、なんであれ繋がんねえの、どうして、円月ナイトメアサーキュラーダスト投げ派でダウン取って投げていく、さあリーチをかけるアグフアンジー、前ハイカウンター、ランズでダウン取られて画面端で前パンが見えない、はい、踏みマーキングまで置かれて、とりあえずカラスが出されるか、さあワンモアセーブ、当たった、低空じゃなかった、ナイトメアサーキュラーでゲージを破壊されて、さあ体力的にはテスタが有利なのだが、こうなってくるとバスは入って、パーチパン、オンを確認している、ここから導き出される答えとすると、つまり頑張る、しかしこれ殺しきれない、ギャーいや決まり、優勝はアグフアンジでした、おめでとうございます。